今朝はですすねね密度になります、ねえー、これは時速をですね断面積で割ったものなんですよね。と、えーえー、いうのは全体の、ね、時速が例えば100割ればね、えー、それを、まあ、5平米で割ると、ね、そうすると時速密度は、えー、100÷5 で、えー、20テスラと。 こういうことになるんですね。はい。で、まあこの問題はですね、わざとちょっとひねりましてね。えー、五十センチ平米ですな。<laughs> えー、五十センチ平方メートルの鉄しにですね、十四点二かけ十のマイナス四十を上えばの二足があるということですな。はい。ダメせいかだからあの五十センチ平方ですね。それのおお全体がですね、あの通過している。 あの磁束があのこの十四点二かけ十のマイナス四十やということですね。そうすると一平米あたりのね磁束、えー、密度はいくらになるかですね。えー、まあということは結局この数値よりか大きいのあることですからな。はいこのこの問題ねあのヒントが書いてありますけど磁束密度はですね磁束、えー、をですね断面積 平米ですね。いわゆる平方メーターで割ったもんやということになりますんでね、まあ、ここがあのちょっとひねってあることだけですわな従、えー、って分母が 50×10 のマイナス4乗平米になるんですねこれこれだいぶ前にあのやりましたけど、はいえー、それをおですね 14.2×10 のマイナス4乗を割るということになりますと0.284ですなテスラ。 えー、ちょっと名前が変わりますんでね、はいえー、ちょっと気をつけてください。